答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。男の子は KY、 まあ KY になりやすい傾向があるっていうことなんですね。これはバロン・コーエンさんという発達心理学の有名な心理学者さんがですね、もともと女の子と比べると男の子はですね、表情を読み取るっていうことが苦手だと。表情が読み取れないってことはその人の気持ちを察することができなかったりとか、それがまた発展して場の空気が読めなかった。つまりそのまま KY、空気読めないになってくるわけですね。これもいろんな理由があるんですけども、このやっぱ空気が読めないというのは、そのやっぱコミュニケーションの基本なので、やっぱりコミュニケーションを取るというのは男の子の方が苦手だったりします。相手の気持ちを察するとか、まあ、大人になってもあると思うんですけども、結構こう真剣に話しているのに男の人はいきなり違うことが気になってしまったりとかってことがあることなんですね。じゃあこれをお母様がですね、直したいというか、コミュニケーションがしっかり取れるお子様になってほしいなと思うんであれば、やるのはこれですよ。ごっこ遊びです。男の子はですね、システムを作りたがる、組織を作りたがるんですね、遊びの中でも。なのであんまりごっこ遊びをすると、例えば戦隊ごっこ、自分が戦隊のヒーローになって何かをやっつけるってあると思うんですが、何かの組織チームの中で、私がお母さん役やる、私が子供役っていうままごとは男の子はやりたがりません。じゃあそういうままごとをやる中で自分の役割が与えられて、その時どういう気持ちだったのかっていうのをですね、感じさせたりとか、たくさん聞いてみて答えさせたりすると、やっぱこのコミュニケーション能力は上がってきます。もともとままごとが嫌なんであれば、いろんなお話、絵本を読んだりとかですね、何かアニメとか映画を見た時、この子の気持ちって今どうだと思うとか、この子の気持ちって今どうだと思う、まるまるくんが今この子だったらどうしていた、なんていうような問いかけがすごく有効になってきます。ぜひ試してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。